取ってきますか。世界を何言ってんだこいつ。今回は自称世界一格闘ゲームプレイヤー平家伊藤の名言。さて、ヒット取ってきますか。世界をについて解説していきます。おお、今日はなんか平和でええな。この動画で撮っちゃいますか。世界を何言ってんだこいつ。合ってるよヒカキン、やめろ。さて、一丁取ってきますか。世界を、さて、一丁取ってきますか。世界を、とは、フランスパリで開かれた、総合ゲームイベント、オータムスタンフェスト2016の格闘ゲーム部門で優勝した、自称スーパー格闘ゲームプレイヤー、ヒルティ・ポーカー発した名言です。2016年9月20日、21日、日本は平日。そんな中、ヒルティ・ポーカーは20日と21日も、臨時職員として働いている市役所に対し、休暇申請を行いフランス旅行を決行。そして9月21日、ヒルティ・ポーカーのフェイスブックに、さて、一丁取ってきますか。世界を、という書き込みが、次の日、さらに、減りました、という書き込みが、そう、ヒルティ・ポーカーオータムスタンフェスト2016のヒルティーフィアの大会にて優勝、凱旋帰国を悲しみます。大会どうなったの。え、優勝しましたけど。マジで快挙やないか。そして市役所はこの偉業を称えるため記者会見しよう。新聞の取材も来てるぞ。記者会見を実施。その記者会見をもとに新聞がスポーツ面のトップに彼の快挙を掲載しました。その内容は伊藤さん頂点という見出しとともに、彼がフランスで行われた格闘ゲーム世界大会にて優勝したことを伝えるものだった。そこには優勝までの彼の経緯が記載されており、練習時間は1日1時間、上手くなるためには実践あるのみなど、彼が優勝をつかみ取ることができた理由についての記載もあった。そしてゲームはあくまでも趣味、今の目標は市の臨時職員から臨時ではない公務員になることです、というこれからの彼の目標とともに締めくくられました。めでたしめでたしとは終わりませんでした。新聞が彼の快挙を報じたことから、格ゲーマニア界隈が騒がしくなってきます。格ゲー界隈からは、オータムスタンフェストなんて大会は聞いたことがない、似たような名前でスタンフェストという大会があるが秋には開催されていないはず、1日1時間のプレーではプロゲーマーになれるはずがない、などの激しいツッコミが殺到。市役所はあまりの口調の多さに彼を問いただすと、ごめんなさい全部嘘です、大会には参加してないしフランスにも行ってないです、その前話した沖縄であった大会で優勝したという話も嘘です。全て彼の嘘であることが発覚。いやでも、フェイスブックにフランスとかの写真あげてたよな。そう、ヒルティ伊藤のフェイスブックには、大会があったと言っていた日にフランスの食事や風景に関する写真が投稿されており、いかにもフランスに行っているかのような内容になっていたが、その写真は嘘です。そこら辺から拾ってきたものを投稿しました。それも嘘だったのです。その後市役所は彼の偉業を掲載したメディアにお詫び、メディア側も嘘の情報を掲載してしまったことに対する謝罪をする事態にまで発展しました。彼の臨時職員契約は今回の件がなければおそらく無事に更新されたであろうが、残念ながら市役所は契約更新をしないことを明言。この嘘により彼は周囲からの信用だけではなく職をも失う結果となってしまいました。この一連の騒動を見やめやチップ特ダネなどがこの話題を取り上げ、特に特ダネにおいては正式に存在している大会であるスタンフェスト主催者のエメリック・レネ氏に取材を敢行。その際には、文句を言うつもりは全くないです、彼が大会について知ってくれていたことは光栄に思います、来年私たちに会いに来て楽しいひと時を一緒に過ごしましょう、というナイスなコメントを頂戴したのでした。ちなみに彼が残した名言、さて一丁取ってきますか。世界をについては、あの某クソアニメにて使われることとなり話題になりました。さて一丁取ってきますか。世界を、 You win。いやどうでしたかね。ちょっとした嘘は人の信用を失い自分に大きく返ってくるっていうことを学びました。でもこれは取っちゃいましたかね。世界ヌーボレンな精進しろ。待ってるよヒカキン。だからやめろっつーのー。紹介してほしい名言ワードなどがありましたらぜひコメントください。まあ怖くないなら全然ええかな。次回もよろしくお願いします。